はいどうも、隙間時間に聞く読書の聞く本です。今回ご紹介する本は、人生を変えるモーニングメソッド、朝時間が自分に革命を起こす。はい、皆さん朝活してますでしょうか？これ朝の時間を有効に使えてる人は多分人生生き生きしてとっても今幸せだって人なんじゃないかと思います。逆に朝眠い、今日も仕事行くのやだなって思ってね、だらって過ごしちゃってる人はちょっと人生の満足度もしかしたら低いんじゃないかと思います。今回のこの本、人生を変えるモーニングメソッド、この本を書いた著者は交通事故で心肺停止に陥っちゃったんですね。そこから奇跡の復活を遂げて、もう今事業でも大成功しているという、そしてもうね、体ボロボロになりながらも、もうフルマラソンのもっとすごいやつ、ウルトラマラソンとかもね、走っちゃうまで、全てがね、うまくいったっていう、そんな6つの奇跡の習慣、朝活の習慣について書かれている本です。この著者はこう言ってるんですね。全ては朝8時までの時間の過ごし方で決まる、このように言っています。今回はですね、この本から著者がやっている6つのモーニングメソッド、そしてこのモーニングメソッドを実践する早起き4つのコツということでご紹介したいと思います。早起きがね、あまり得意じゃないっていう人も、今回のこの話を聞けば、朝何をしたらいいか、そしてどうすれば早起きが習慣になるか、これが分かって、早起き朝活から人生を好転することができるのでね、最後まで聞いてください。早速参りましょう。はい、6つのモーニングメソッド、著者はこの6つを朝やってる、これをやって人生がめちゃくちゃ良くなったっていう風に言ってるんですね。はい、6つのうち1つ目、サイレンス。これ沈黙ってことですよね。サイレンス、このサイレンスでは、まあ、沈黙、何もしないで目を閉じて、祈りですね、感謝、日頃の感謝、家族に感謝とか、パートナーに感謝とか、そして全ての関わっている人に感謝するということだとか、あとはね、自分がどうありたいかとか、まあ、そういうこと、いろんなところに祈りを捧げる、こういう沈黙の時間、自分が本当は何をしたいかとか、自分の心に語りかける、そんな時間を設ける、これがサイレンスですね。2つ目いきましょう。2つ目、アファーメーション。これは、自己暗示のことです。自己暗示、積極的な、まあ、ポジティブな自己暗示を朝にかけると、まあ、これどういうことかというと、ボクシングのね、モハメドアリは俺は世界一だっていうことを朝自己暗示をかけていたそうです。何度も何度も、俺は世界一だ、大丈夫、チャンピオンだって言って、もう本当にチャンピオンになったっていう、これぐらいね、自己暗示ってめちゃくちゃ効果があるんですね。だからこそこの朝自分に自己暗示、俺はついてる、俺はついてるとかね、俺はできる、俺はできるとかね、俺は今日決めた一日の目標を達成するとか、まあ、こんな感じで自己暗示をかけるのが大事だと言っています。3つ目、イメージング。これは理想の状態をイメージすることです。将来どうなりたいかとかね、今日どう過ごしたいかとか、そういうことですね。まあ、自分の最終目標みたいなところをイメージして、まあ、例えばね、南の島で海外移住するんだみたいな感じで、リゾートで青い海で、ね、ビーチでカクテル飲んでる自分みたいなのを思い浮かべて気持ちよく過ごす、これがイメージングです。4つ目、エクササイズ。朝運動しましょうっていうことを言っています。朝ね、運動をすると、アフターバーン効果とかって、皆さん聞いたことありますでしょうか。運動することによって基礎代謝が上がって、運動した後も脂肪が燃え続けてくれるようなことがあるんですね。でそれを朝一でやることによって、1日ずっと、カロリーを消費しやすくするという、だからこそ朝のエクササイズ、まあ、さらにね、そのカロリーを消費するだけじゃなくて、酸素をたくさん体の中に取り入れることによって、朝からその後のエクササイズした後のパフォーマンスを上げるという、こういう効果もあります。オバマ大統領とか、アマゾンのジェフ・ベゾスとか、まあ、そういう世界のもうエグゼクティブはみんな実は朝早起きをしてエクササイズをやってるっていう、こういうデータがあるんですね。だからこれはめちゃくちゃ大事です、朝運動をする。そして5つ目、リーディング。これは読書ですね。朝読書をする。まあ、読書の習慣がなかなかつかない、1ページも読めないという人は、朝1ページでもいいから読みましょうということを言っています。で最後6つ目がライティング。これは日記をつけましょうということです。日記にね、まあ、今日はこういう一日を過ごしたいだとか、思ったことを書くとかね、そういうことをするといいですよということが載っています。朝活をしている人はこれ聞いてみていかがでしょう。この6つの中で、あ、自分はいくつこれやってるなとかってありますでしょうか。
ちなみに私はこの中で4つをやっていました。まあ最初に言った4つですね、サイレンス、祈り、朝一で、お祈りをしています。まあ、日頃の感謝とか、やっぱり今日何をやるかとか、そこら辺をかんあの手を合わせて、ね、パンパンってやってしています。そこの時に祈りと、あと自己暗示、俺はできる、俺できるってね、いうところとか、まあ、そういうね、自分にアファーメーション、自己暗示をかけてます。でイメージング、理想の状態をイメージすること、そして朝のエクササイズ、 YouTube をかけて、超ラジオ体操っていうね、体操と、あとは、ヒートのトレーニング、4分間ヒート、マンションでね、ジャンプしなくても大丈夫みたいな4分間ヒートトレーニングをやってます。でリーディングとライティングは、まあ、リーディング朝ね、読書するのはちょっともったいないかなって思うんですよね。それよりもライティング書く方でブログを作ったりとか、要はアウトプットの作業ですね、何かを作るっていう、そういう作業をやった方がいいんじゃないかなって思っています。日記を書くっていうのは、まあ、そこまでやってないですね。でどうせやるなら、これはね、夜の方がいいんじゃないかななんていうふうに思ってしまいました。まあ、この6つを朝やることで人生が変わったよっていうことを言っています。でこれね、なかなか、いやそんな朝活これ6つもやんのっていう、これ何時間かかるのやるのよにっていうふうに思いますよね。でそこは、これね、最短6分でできる、全部1分ずつやりなさいっていうふうに言ってるんですよ。なかなかすげえこと言うなっていうふうに思ったんですけど、まあ、確かにね、サイレンス、祈りとか、アファーメーション、自己暗示っていうのは、まあ、1分目をつぶってね、手を合わせてやれば、これできなくもないですよね、全然。だからこれ結構短い時間でね、できたりするんで、やってみるといいと思います。まあ、エクササイズもね、私がやってるヒートトレーニングもたった4分間なので、まあ、10分あればね、この6つのうち、4、5個ぐらいはね、できるっていうのはあると思います。でじゃあそもそもこれ、いやこんなね6つのモーニングメソッドって言うけど、いや自分ちょっと朝起きるの得意じゃないし、早起き本当苦手なんだよねという方多いんじゃないかと思います。でその方のためにですね、モーニングメソッドを実践する4つのコツということで、この本に載っていた早起きをするコツっていうのをね、後半ではご紹介していきたいと思います。1つ目、早起きをするために人生の目標を持つ。これやっぱり何も目標とか目的がそもそも、自分何のために早起きするんだっけっていうところがないと早起きってできないですよね。だからこそその早起きをするための人生の目標、これをまずは作りましょう。例えば私の人生の目標はこれ、経済的自由を手に入れて世界中を自由に旅するっていう人生のね、目標があるんですね。だからこそじゃあこの経済的自由、まあそのいわゆる不労所得、何も、会社とかね行かなくてもお金が入ってくるような仕組み、まあ、例えば不動産とか、あとはブログとかね、YouTube とかいろんな事業ですね、まあ、そういう事業とかいろいろな不労所得あるんですけど、あと金融投資、株とかね、そういうので、自分の支出、月にいくら使うかっていう、そこが全部不労所得で賄うことができれば、これ経済的自由が達成されるわけです。そうすればね、会社行かなくても、まあ、サラリーマン辞めちゃっても世界をね、自由に旅することができます。じゃあそのためにどんなことを朝やってるかっていうと、まさにこの YouTube の聞く本の動画作成とか、あと Instagram にね、毎回文字を入れてインスタ作ってるんですけどとかね、あとはブログを書く、ブログを書くっていうのをもう4年ぐらいね、毎日やってました。で最近はブログよりも YouTube とかインスタに力を入れています。まあ、それなんでね、わざわざ、まあ、私朝最近5時に起きてるんですけど、なんで朝5時に起きてこういうことやってるかっていうと、まさにその人生の目標を達成するためなんですね。そのためにもうコツ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 やるしかないと思ってやっているわけです。まあ、こういうふうにやっぱり人生の目標がないとなかなかね、朝起きるっていうことできないと思います。ちなみに子供の頃は皆さん早起きしてましたでしょうか。まあ、学校行くためにね、早起きしてたよっていう方も多いと思うんですけど、それよりもね、前に学校に7時半に行くとしたら、朝結構前で5時に起きてたよっていうね、人もしかしたらいるんじゃないかと思うんですけど、私もそういう時ありました。それなんでかっていうと、ゲームがしたかったからなんですね。テレビゲームをしたくて朝5時に起きてた。まあ、ファイナルファンタジーとかね、いろいろやってたわけですけど、だから楽しければ起きれるんですよね。朝やることが楽しければ、朝やることが何か目標を達成するのに
大切っていうことが自分で、まあ、腹落ち分かってれば起きれるわけですよね。だからこそこの人生の目標、何のために早起きするのかっていうところをちゃんと固めるのは大事なことだと思います。はい、モーニングメソッドを実践する早起きをするコツ2つ目、睡眠時間は何時間必要だと考えているかは、睡眠時間っていうのは何時間必要だと考えているかに大きく左右される。これを覚えておきましょう。まあね、とはいえやっぱね、早起きできないよと。12時に夜寝たとして、まあ7時間睡眠でしょ、それまあ最低でもそれぐらい取った方がいいでしょって、そしたら起きるの7時じゃんと。これ以上睡眠時間削るの無理だよ、7時でもこれから通勤してギリギリだよってね、思う方いるんじゃないかと思います。まあそうですよね。で、この適切な睡眠時間、まあ8時間睡眠とか9時間睡眠とか、まあ適切な睡眠時間ってね、一体何時間がいいのっていろんな議論がありますよね。で、これについては、まあ、結論的にはこれ個人差があって何時間とは言えないっていうところがあるんですね。で、ただしこれ、この本で言ってるのは本当の睡眠時間よりも、実はその人が何時間睡眠が必要と考えているのか、それによってその睡眠による回復量というか、朝ね、気持ちよく起きれるかどうかっていうのはそれに左右されるっていうことをこの本では言っていました。まあ、つまり自分自身が、いや俺は俺は7時間寝れば完全に回復できるって思ってる人は7時間が適切な睡眠時間であると。で、仮に、いや俺は5時間半眠ればいけるっていう人は、5時間半ピシッて眠ればいけるっていうね、まあ、そういうふうに結構心の問題が割と関わってきているっていうふうに言っています。まあ、これはね、結構目から鱗で、私もそうなんじゃないかななんていうふうに思いました。まあ、やっぱりそうですね、もうこれは個人差があるので、自分でね、あ、自分は最低6時間寝ないとダメだなとか、まあ、6時間半寝ないとダメだなとか、やってみて、実際やってみて分かってくる部分があるんですよね。自分の場合11時に寝て、やっぱ6時間半ですね、11時に寝て5時半に起きる、そうすると睡眠時間6時間半だと思うんですけど、これは最低必要だなっていうところですね。まあだけれども6時間しか寝れない日も、起きる時間を5時半に設定したら、まあ6時間寝れば自分は回復するっていうね、そういうふうに思い込ませると、まあそういうアファーメーションですよね。自己暗示をかけて、眠る前に翌朝目覚めた時はもう完全にエネルギーに満たされている、この睡眠時間で大丈夫だっていうふうに思って寝るというのが大事っていうことが載っていました。はい、3つ目のコツいきましょう。1日の最初に行う習慣的行為は、これ影響力が大。これを覚えておきましょう。これ何を言ってるかっていうと、要は朝活でやることっていうのが、その1日全体のそのクオリティを決めるっていうことなんですね。まあ、朝ちゃんと起きてエクササイズ、まあ、筋トレをやったりとか、ちょっとジョギングをもししたとします。そうするとね、気持ちよく1日をスタートさせることができますよね。で、そうすれば、あ、朝活してジョギングしてシャワー浴びてすごいリフレッシュできたなって言って、健康っていうところに目が行くんですね。だからこそランチでは、あ、なんかメンチカツ定食とか揚げ物やめて、低糖質サラダとサラダチキンにしよっかな、あとヨーグルトでもつけよっかなみたいな感じで、なってくると。で、夜も、あ、飲み会に誘われたけどやめて家でご飯をしっかり食べようみたいな感じで、1日全体がその健康に目が行くと。まあ、こういうふうに1日全体のクオリティを朝やったことが影響してくるよっていう話が載っていました。これはね、絶対あると思います。朝をね、生き生き自分のために、自分の最終目標を達成するために、今日も朝活できたぞっていうね感じでスタートすれば、全部ね、そういう気持ちよく過ごせる、前向きに過ごせるっていうのがあります。最後4つ目いきましょう。翌朝最初に考えたことは寝る直前に考えていたこと。これ結構ね、言われて、あ、確かにそうだよな、なんていうふうに思うんじゃないでしょうか。私もね、そう思いました。朝、ね、最初に考えることっていうのは、寝る直前に考えていたこと。まあ、だからこそ、その、夜ね、寝るときに、いや、これ今日、もう、
夜1時だ、これ朝5時半起き無理だなっていうふうに思った時って絶対起きんの無理なんですよ。でただ夜1時寝たとしても、いや5時半にこれ絶対起きるぞ、明日も朝活頑張るぞって言って起きると、まあなんとか起きれますよね。まあ、そういうふうに考えていたことが翌朝にもろに影響するっていうのはあります。でだからこそ起きれるぞっていうね、そういう前向きなアファーメーション、自己暗示っていうのも寝るときに大事だし、朝起きてから何をするかっていうね、そこまで決めておくのもすごい大事なわけです。朝起きたらブログを1記事書くっていうふうに、でさらにブログは今日はこんな内容にしようとかっていうのをある程度組み立ててから寝ると、朝ねスムーズに、あじゃあこんな体裁で書こうかなっていうのがうまくいくんですね。まあ、なんでかっていうと、夜寝ている間 その脳の、ね、無意識も使ってるからこそ、そういうふうに脳が自動的に考えを整理してくれて朝ねうまくいくっていうのがあります。まあ、だから繰り返しますが、その、ね、寝る前に前向きな積極的なそのポジティブな気持ちで寝るっていうのがすごい大事です。はい、今日はね、この人生を変えるモーニングメソッド、朝時間が自分に革命を起こすから、この本に載っている6つのモーニングメソッドと、早起き4つのコツということでご紹介しました。振り返ってみましょう。モーニングメソッド、サイレンス、祈り、ね、感謝とかをすると、アファーメーション、自己暗示、自分はできる、自分はついてる、今日もやるぞってね、こういう自己暗示かけてみましょう。3つ目、イメージング、理想の状態を思い浮かべましょう。4つ目、エクササイズ、朝の運動を取り入れましょう。5つ目、リーディング、読書ですね。で6つ目、ライティング、日記をつけましょうということが載っていました。でモーニングメソッドを実践するコツ4つ、早起きをするためにまず人生の目標を決めましょう。やっぱり目的がないと早起きどうしてもすることができません。2つ目、睡眠時間が何時間必要だと考えているかに大きく左右されます。自分がね、必要な睡眠時間っていうのを今までの経験で割り出して、それがあれば大丈夫っていうふうにね、思うようにしましょう。3つ目、1日の最初に行う習慣的行為は影響力が大きいです。だからこそね、朝をだらっと過ごすんじゃなくて、自分の人生をね、良くするような活動に向けましょう。4つ目、翌朝最初に考えることは寝る直前に考えていたことです。絶対起きれるぞっていう気持ちで寝るっていうのと、朝何をするかっていうね、例えばね、その日寝る前、寝るその日が嫌なことあったとしても、いや明日は大丈夫っていうね、ポジティブな気持ちで寝るのが大事です。睡眠の質にも影響をしてきます。はい、いかがだったでしょうか。モーニングメソッド、これね、朝活に関する本結構読んでるんですけれども、やっぱりね、何より目的意識が大事だとか、あとはね、その寝る睡眠時間って結局何時間必要なのって皆さんね、興味あるところだと思うんですよ。私も結局何時間なのってね、知りたかったんです。でそれについて、それはその人が何時間必要だと思ってるかにめちゃくちゃ影響されるよっていうふうにね、書いてあったのは本当その通りだな、なんていうふうに思いました。最後に、この本に載っていたすごい印象的だった言葉をご紹介します。あなたの成功のレベルが人間としての成長のレベルを超えることは滅多にない。なぜなら成功はあなたの人間としてのレベルが引き寄せるものだからだ。これね、すごい刺さりました。人間力をやっぱり上げないと成功っていうのはないんだなっていうところをね、改めて知った次第です。はい、こんな感じで聞く本ではね、ビジネス本を分かりやすくご紹介しています。朝活は本当にめちゃくちゃ大事だなって思います。まあ、特にサラリーマンでね、プラスアルファで何かブログとかね、いろんな活動される方っていうのは、これ朝の時間を有効に活用するしかね、ないですからね。朝活はもうサラリーマンの味方です。ぜひね、強力な武器として身につけましょう。次回も朝活に関する本をね、ちょっとご紹介していきたいと思います。ちょっと早く起きるのね、苦手だなっていう人はぜひセットで聞いてください。はい、こんな感じでね、聞く本ではビジネス書を分かりやすくご紹介しています。通勤時間とかね、ランチタイムとか聞き流すだけで勉強できますので、本の知識っていうのを身につけて一緒にいい人生を歩んでいきましょう。それではこれで終わりたいと思います。聞く本でした。今日もありがとうございました。